竜帝風枝は落語の名跡。古くは柳派で春風亭楓枝として受け継がれてきた名前である。当代は竜帝風枝として名乗っているため初代としている。竜帝風枝は落語家。落語協会所属の新内。本名佐藤治。出林は男は辛いよ。風天の虎。東京都葛飾区出身。 古典新作いずれの場合においても、独自の演出が明るい、柳派系の芸を守る。落語のみならず、落語を基盤とした、独特の工場芸を確立。南京玉すだれ、居合抜き、バナナの叩き売りの工場、紙芝居、獅子舞、江戸茶番他舞踊と多くのあまり芸にも常時、イベントやクルーズ客船の出し物に活躍している。格別居合抜きの芸は有名で、 国外からも評価を受けている。いくつかの映画出演歴もあり、桃源郷の人々、二郎物語などにおいて、個性を生かす役柄を演じている。中国映画、風星では、お祭り屋大芸人をブッキングしている。酔いどれ芸、ガマの油売り、当てぶり、惚れた女が、は絶品。松本楽語会平成23年正月例会に、招かれた折に、 竹の水仙の一石を打ったが、彼の古典を見る機会は少ない上、類いまれな語りの重厚さに絶賛が寄せられた。またかつて二つ目のトンボ時代にはヘルメットをかぶって、革ジャンを身にまとい講座に上がったこともあった。東京都立葛飾屋高等学校卒業。ミュージシャン、パフォーマー、パントマイム、職人芸、落語に限らぬ芸風を持つバラエティに富む。ありがとうございます。